はい、こんばんは。今回ですね、KO 杯 SC の、過去20年におけるワイドの、馬券シミュレーションやっていきたいと思います。まず最初に言っておくんですけれども、 KO 杯 SC ですね、過去10年、まあ半分の10年なんですけど、10年においては2番人気が異常に強くて、副賞回収率がね、150% ぐらいあります。ですんでね、全体的にはかなり低めになってますけれども、過去20年においてはワイドは2441通りあって回収率が 48.8% と、まあ、かなり本命サイドの、ね、レースになってます。本命サイドということはね、本命側買った方が儲かるだろうということで、内訳を見てみたところ、ワイドの1番人気から5番人気までの回収率が 62%、 5番人気から10番人気が 100%、 10番人気から15番人気が 94%、 15番人気から20番人気が 80%、 20から25が 100%、 25から30ということでね、1番人気から5番人気まではかなり回収率悪いんですけれども、ここを抜いた場合の、5番人気から、30番人気までのワイドで見た場合は 96.8% とね、もうほとんどチャラぐらいあると、普通にやってもチャラぐらいは楽しめるレースだと、言えますね。ここでここのワイドね、5番人気から30番人気における1番人気絡み、これの回収率は 44.5% ということで、1番人気は一応対象回収率はね 150% あるということで勝ってはいるんですけれども、他は連帯に絡まないので、ワイドということで買うとですね、回収率はかなり低調になってます。その反面として2番人気は負傷の時点でね、もう150% 近くあるわけですから、ワイドで買った場合、ワイドで5番人から30番人気まで限定して買った場合は回収率 172% ということでね、今年はですね、ワイドで2番人気が来るかどうかっていうのは分からないですけれども、上位人気で見た場合のある程度軸を絞れた場合、今年2番人気になるのがですね、一応ネット競馬では今のところキシーナイトなんですけれども、これはおそらく単勝人気ということでね、前回高松の宮城記念から一変して馬券に入るということもちょっと考えにくいので、1番人気はおそらくダノンスコーピオンでしょうけども、2番人気はおそらくこのレッドモンレーブ、この辺りになると思いますんで、このレッドモンレーブ、並びに、どうだろう、まあ、ゾンニヒ、ゾンニヒちょっと弱いか、そうですね、やっぱりこのレッドモンレーブですね、このレッドモンレーブを軸として考えることができれば、ここからまあ5番人気から30番人気ワイドのね、そのあたりで取れてくるんじゃないかなという感じですね。50年で見た場合はですね、1番人気と2番人気が6勝しとるということで、このあたりの上位人気の単勝を買っていればね、これで回収率 100% を超えてるんですけれども、馬券の種類としてはね、ワイドがワイド2番人気、まあ、こちらで見ると今までは2番人気だけれども、きちんとした軸を見つけてね、ワイドで30番人気まで押し込んで流して買うことができれば、完全にプラスになるレースだと思いますね。ここはまあ普通に予想して、予想の中でまあ決めていきたいと思いますね。